雨風に耐えに耐えつつ咲き続く民の心に通う花かも。韓国の歌人ソン・ホヨンさんの短歌です。植民地支配や国の分断といった朝鮮半島の人々の苦しみを日本語で歌い上げています。孫さんは2年前に亡くなるまで2000首を超える短歌を韓国で読み続けました。7年前には歌会始めに招かれ、日本でも知られるようになりました。서로투쟁역시사랑했으면평화로웠으면그런시를많이썼잖아요一人の韓国人の歌人が日本語で表現し続けた思いを伝えます。サッカーのワールドカップや韓流ブームに象徴されるように日本と韓国の交流は深まっています。しかし歴史認識や領土問題などもあり、韓国には今も日本に対する厳しい感情があります。こうした対日感情が存在する中で、日本と韓国の架け橋になろうと日本語で短歌を読み続けた韓国人の歌人がいました。今日の特集アジアでは、日本語による創作を続けた一人の韓国の歌人についてお伝えします。韓国の歌人ソン・ホヨンさん。孫さんが生まれたのは1923年、当時朝鮮半島は日本の植民地でした。17歳の時に日本に留学した孫さんは短歌の魅力に取りつかれ、帰国後も日本語で短歌作りを続けました。朝鮮半島の風土や歴史をはじめ、家族や日本のことなどを題材にして6冊の歌集を出版しています。孫さんは77歳の時、韓国政府から文化勲章を授与されるなど、その活躍が韓国でも認められるようになりましたが、おととし80歳でその生涯を閉じました。韓国で日本語の短歌を読み続けてきた孫さんの足跡を日本と韓国で取材しました。今月13日、孫ホヨンさんをしのぶ会が東京都内で開かれ、日韓両国からゆかりのあった200人余りが集まりました。孫さんは韓国人としての日々の思いを日本語の短歌に託しました。家族への愛情を詠んだ作品なども数多く残しています。語ろうか、語るまいかと夫の前、ためらいながら剥く栗の皮、身を一つ心五つに分かつべき、五人の子らの母なる我は。韓国では日本の植民地支配で宗氏改名などがあったことから、強い反日感情が長く人々の間に残されました。孫さんは周りから韓国人なのになぜ日本の歌を読むのかと言われましたが、短歌を両国の友好につなげようと作品を作り続けてきました。目鼻口変わることなき友と我、ただ違うのは国籍のみなり。孫さんの長女イ・スンシンさんです。イさんは今ソウル市内にある美術ギャラリーで母の足跡を紹介する活動を行っています。그어려운힘든역사를온몸에
받으면서 살아오시면서 그것을 하나하나 기록한 것이 그 단가가 된 거예요. 3년 전 손산의 가集가 初めて 한국에서 출판されました. 타이틀은 호연의 렌카. 夫への 애정から 朝鮮 戦争での 経験まで 幅広い テーマの 作品が 掲載されています. 제 생각보다 한국 사람들의 반응이 굉장히 좋고 이 시가 너무 좋다고 한국 국민들이 이해가 될까 하고 생각했는데 굉장히 좋다고 저한테 많이 뛰어왔어요. 그래서 용기를 얻어가지고 母 손산가 일본어로 단가를 作ることに あまり 관심을 持って いなかった 이さんですが 母親と共に 번역 작업을 進める 中で 徐々に その 気持ちが 分かる ようになってきました. 어머니의 생각은 무엇인가 하면서 단가를 어머니 단가를 그 들여다보고 공부하고 그 내용을 알게 된 것은 사실 최근의 일입니다. 孫さんがいなくなった今、母の残した歌が2つの国を結ぶ意味をより深く理解したいと思うようになったイーさん。今、娘としてだけではなく、一人の韓国人として母の作品の翻訳を続けたいと考えています。 国境と言葉の壁を乗り越えて我が咲かせ見る無垢の花を。スタジオには取材に当たった国際部の東司記者です。東司さん、孫保陽さんはですね、日本に対する反発の感情もある韓国でですね、 日本語でその短歌を読み続けてきた、これは非常に苦労も多かったんでしょうね。そうですね。こちらなんですけれども、こちらが3年前に韓国で出版された孫保陽さんの歌集です。VTRにもありましたが、孫さんは韓国人なのになぜ日本の歌を読むのかと言われていたということで、周りの人たちからなかなか理解を得られなかったということです。 しかし韓国のことを日本に伝えたいという思いが半世紀にわたって韓国で短歌を読み続ける大きな原動力になったと孫さんの活動を支えてきた人たちは話しています。孫さんは家族のことや日々の暮らしのことだけではなくて韓国のこと、さらには日本と韓国との関係について歌を読むようになってきました。 孫さんは日本の伝統的なシデアル短歌を通じて韓国人の感情を日本に伝え、両国の文化交流に大きな役割を果たしたとして、亡くなる3年前に韓国政府から文化勲章を受章しています。ただその日本と韓国の間にはですね、その歴史問題もあって、この所ちょっと関係が冷え込んでるわけですけれども、そういう中でその孫さんのようなこういう活動、これはどういう意味があるって考えたらいいんでしょうか。はい。 韓国では日本で韓国の映画やドラマが人気が高まっているのと同時に、音楽や映画など日本の文化の解放が進んでいまして、相互の文化交流というのは着実に進んでいます。歴史教科書は靖国神社の問題など両国の間には歴史認識の問題があるんですけれども、韓国政府としても政治と文化の問題はそれぞれ別だとして、 両国間の文化交流はこれからも進めていく考えです。ようやく評価されてきた孫保陽さんのこうした活動も、こうした文化交流の流れに一役買うのではないかと期待されていると思います。はい、ご苦労様でした。以上、日本語の短歌を歌い続けた韓国の歌人孫保陽さんについてお伝えしました。